まずそもそも DCC とはというところで説明したと思います。ナイトなどコミュニティについてというところがありまして、1人や少人数の場合のレイアウトとそういったニーズは少ないんですが、大人数のクラブになってくるとこういったニーズが自然発生してしまいます。そこで現れたのが、DCC です。まあ、DCC の、まあ、大きな特徴としましては、シーンのカバーを残して瞬間に立てます。まあ、場合によっては先ほどのモーターの向きが逆になって、コントロールと同時代との前提が逆になることもありますが、まあ、これはプログラムによって改善、これから到着をしようと、まあ、こういうところで、ございます。今ちょうどこうしてですね、貨物列車とブルートレインがですね、同じ線路上走ってるんですけども、これまあ普通の直流 の鉄道模型でも、まあ、同じことをやろうと思えば、まあ、できますけれども、まあ、それぞれ個別にですねコントロールができるというのは一つの DCC の特徴にもなっています。電源供給しています。DCC の場合線路はですね 12V の交流が流れています。これをその線路から引いて、LED にですねブリッジダイオード等を返して、まあ、直流に変換すればこのようにライトがつくと、まあ、こういうのも配線の煩わしさが軽減できるというのもですね DCC の一つの、特徴でもあります。はい、今駅のチャイムが鳴って、回送になったブルートレインがいよいよ出発しようというところです。いいですね、ゆっくり走り出しました。まあ、こういう音が出せる、今普通にそれぞれ音が鳴ってますけども、こういったサウンドもですね、こうやってたまに止まったりしますが、ちょっと調子悪いかな。はい、来ました。なんか点滅してないですか？あれですか？はい、まあ、こういうトラブルがたまにありますけれども、まあ、音が鳴ってですね、それで楽しむことができるというのも DCC の醍醐味の一つです。私自身もやっぱ音が出るっていうのがこの世界に入る大きなきっかけでしたので、この辺りですね、今電気機関車を走ってますけど、まあ、蒸気機関車ですとか、それからディーゼルとか、まあ、いろんな音を出す商品も出てますし、まあ、自分でそれを入れ込むという楽しさがあります。はい、夜が明けてくる時間ですかね。はい、今度は同じ積水本線の外回りをご覧ください。急行の東急5050系、これが今落合ヤードから出航する、そういうスケジュールになっています。はい、今まさに動き出しました。今静かに走り出したこの5050系もですね、VVVF の音を出す、まあ、こういう楽しみ方も実はできます。今日は残念ながらちょっと音が出てませんけれども、この後さらにですね、普通列車の E233 系、こちらが今目の前のですね下草駅の、対比線に、入っております。これを今まさに追い越す急行列車のやつですけれども、きめ細やかに DCC ではデコーダーの中の設定値を変えることで CV 値を変えることで操作をすることができます。こういう楽しみ方もまた一つの、この今ちょうどですね、
音が鳴ってますけれども、ジュラルミンの、違うかな、アルミかな、ステンレス、ステンレスのケア35、の、ところにですね、造血が行われようとしています。これから朝の通勤通学客を活用させるために、まあ、一両増血ということを行っているんですけれども、これもですね、同じ線路上にいて片方が止まっていて片方が動いている、でこれを連結して、で10連設定でコンシストとも呼ばれてますけれども、これをコントローラー上でそれぞれのデコーダーにある、設定をですね合わせてあげて同時に操作しますよという、まあ、設定にしますと、このようにですね、ちょうどこの一つのコントロール商店街の中に交換所があって、そこになぜか貨物列車が退避しています。はい、今まさに、内回りで走っているの、機動車とは別の方向にですね、交換待ちをしていた貨物列車が動き出しています。はい。このようにですね、同じ線路上で逆方向に走っている。これギリギリまで近づけようと思えば近づけられます。どうでしょう。はい、まあ、普通こんなに近づくことはないと思いますけども、貨物列車のすぐ後ろに今GSE がちょっとびっくりして止まっちゃいましたけど、はい、まあ、こういう感じでですね、追いかけたり追い越し止まってますが、内線は C56 の混合列車、こちらも貨物列車がですね、ヤードに退避した後、出発をすると、まあ、こういうことになっています。はい、今ちょっとチカチカしているのは何かがショートをしている証拠です。こういうトラブルも起きます。減速する列車がどうやら原因のようです。はい、はい、それでは減速予定がキャンセルになったのですので、このまま東急が外回りを駆け抜けていきます。そして C56 の混合列車、こちらは走り出せそうですかね。いい音が聞こえてきてますかね。はい、この機関車もですね、 C56 カトルの C56 です。非常に小さい機関車ですが、DCC のレコーダーは DCC に限らないと思いますけれども、これで、今まさに駅に退避に入って、後ろで待ち受けている GSE をやり過ごす、まあ、こういうことになっています。はい、はい、じゃあ進入します。GSE の音も非常に澄んだ音が聞こえています。まあ、いろんなデコーダー、いろんなメーカーさんから出てますけれども、まあ、MP3 のですね、企画で音を出せる
そういったレコーダーも出てきています。まあ、そういうものについては非常に澄んだ音を出すこともできます。さて、まあ、こういった緊張感ある、多重列車運転、伏線でそれぞれご覧いただいたところです。では改めましてまた。終電が悪いんですかね。あ、着いた。着きました。どっちが着いた。こっち。はい。マイカーに変わりました。はい、変わりました。はい、できましたね。はい、ご覧いただけましたでしょうか。これはですね、1両目にも入ってたんですけど、この48000の中にマイクロサーボモーターが入ってます。でこれをカプラーが上下しますから見ててください。カプラーを動かしてくれるそうです。サーボモーターについている紐がですね、つながっているカプラーを引っ張っていく、まあ、これでマグネットの上に来たらカプラーがこう動くのと同じ効果が出て、さっきは失敗した。はい、滑らかに動き始めました。足で止まらなければいいんですけど、はい、いいですね。はい、そしてまた貨物列車のようなまさにヤードから出発していきます。はい、以上で、エルモ鉄道を1日初日が無事終了となります。まあ、このようにですね、DCC の楽しみ方をいろいろご披露させていただきました。同じ線路上にある機関車がですね、片方だとなっている。ライトついたから行けるんだ。車両の実演はこちらになりますので、実際の車両の動作を見ていただく方はこちらの方にお願いいたします。ヘッドライト点灯してると思うんですが、走行状態にしますと、はい、ハイビームに変わるんですね。で今停止状態に戻しますね。ロービームになると走り出すとハイビームになって、止まるとロービームに落ちるって形の制御が元と、さっき言ったファンクション3の回路と言ってたんですけど、ファンクション3はちょっと回路大文字の関東の私鉄とかではちょっとあんまり見たことがないんですけども、関西の私鉄をやられる方とかはちょっと、あ、大丈夫、あ、でね、それもちょっといいですよ。どけたさ、動画だって、消してみて。その後竹内さんブルートリー入れ替えて、